8月27日小牧市役所で中学生スクールミーティングが行われました。小牧市では町の未来について市民と意見を交換するタウンミーティングを定期的に行っています。このスクールミーティングは中学生の町づくりについての関心を高めることを目的に毎年実施しています。今回は我が町小牧について考えようをテーマに開催し、味岡、岩崎、小牧西中学校の生徒22人が参加しました。皆さんはこの SDGs 小牧カードを使って小牧市の SDGs について考えるグループワークを行います。このカードは小牧市に関するデータをクイズにしたコミュニケーションツールです。2023年に企業、学生、行政職員、市民団体などが共同で制作しました。このカードの遊び方は、はじめに出題者が1枚カードを選び読み上げます。次にそれぞれが予想する数字を付箋に書きます。付箋を一斉に出した後、そう考えた理由を伝え合います。そしてカードを裏返して答え合わせをします。最後に答えを見た感想を伝え合います。このゲームのポイントは単純に数字を当てることではなく、このクイズをきっかけに小牧市について考えたり話し合ったりすることです。中学生たちはゲームを楽しみながらも小牧市が取り組む SDGs を自分ごととして考えていました。働くところがたくさんあると思ったので、75% にしました。働く環境っていうのは多いのかなと思って、せーの。私は結構残ってるかなと思って。みんなちゃんと食べてるじゃない。きつい。お湯出し。高かったり少なかったりで意見を言い合うと、まあ、まず関心持ってね考えてくれるっていうまずあるし、面白いですよ。これ絶対みんなでやるといいですね。市民の皆さんで。ゲームの後は印象に残ったカードやゲームの感想、自分の中の変化について発表しました。小学校の時にリサイクルについて触れたことがあったので、目に留まって、このカードを選びました。そう、自分は全く小牧市について知れてないなと思って、そのもっと知れていない人もいると思うから、その伝えていきたいなと思いました。他の県とかよりもSDGs に対して小牧が積極的に取り組んでいるんだなとかよく分かりました。このカードを作ったのが令和4年度ってことだったんで、コロナで手洗いが増えて水を使う量も増えたんじゃないかなって思いました。やっぱその市の方々もすごく協力して食べるっていう給食なので、やっぱそういうところも踏まえて僕たちの努力としてやっぱもっと減らせる努力をしなきゃいけないのかなと思いました。 SDGs をすることでやっぱり小牧の良さっていうのが分かるから、すごいなんか充実した一日だったなって思いました。以上です。中心部だったりとかいろんなところで、小牧の再開発が起こると思うんですけど、やっぱりそういうところでどれだけ緑を大切にしていくか、やっぱりそういうことが小牧で大事なんじゃないかなと思って、そういうことを話し合いました。今回のスクールミーティングは小牧市の未来を担う子どもたちが町づくりを考えるいい機会になったようです。